お手元に説明書をご用意ください。ただいまから説明書の右上に記載されたリハーサル1、全員開けるを行います。リハーサル1は全てのお部屋共通で左右ともに白い四角が並んでいるはずです。つまり全てのお部屋で左右の厚い方のカーテンを開けます。これからカウントダウンの後にはいと掛け声をかけますので、それに合わせて左右の厚い方のカーテンを開けてください。それではお手元の説明書リハーサル1を行います。 Are you ready? 準備はよろしいですか？10秒前、5、4、3、2、1、はい。すべてのお部屋のカーテンは開いていますか？それでは外でご覧の皆様に確認していただきましょう。都庁前の中村さん、すべてのお部屋のカーテンは開いていますでしょうか？はい、中村です。はい、皆さんバッチリ開いてます。ありがとうございます。レナゾーさんの指示に従ってぜひ確実に開け閉めを行っていただきたいと思います。もう都庁前のみんなが熱い期待を寄せて見てますので、よろしくお願いします。中村さん、ありがとうございます。お部屋の中の皆様、外の様子が見えますでしょうか？ぜひ都庁前の皆様に窓から手を振ってみてください。それでは続いてリハーサル2、片方を閉めるを行います。お手元の説明書をご確認ください。左右どちらかが黒い四角となっておりますので、今度は左右どちらかのカーテンを閉めていただきます。それではリハーサル2に参ります。 Are you ready? 準備はよろしいですか？10秒前、5、4、3、2、1、はい。はい、カーテンは全員閉めるを行います。お手元の説明書をご確認ください。左右ともに黒い四角が並んでいますので、今度は左右のカーテンを閉めていただきます。それではリハーサル3に参ります。 Are you ready? 準備はよろしいですか？10秒前、5、4、3、2、1、はい。はい、すべてのカーテンが閉じられているでしょうか？はい、リハーサルはここまでです。皆様、カーテンの開け閉めのイメージは掴んでいただけたでしょうか？皆様、説明書1番の指示をお確かめの上、カーテンの前にスタンバイしてください。 Are you ready? 準備はよろしいですか？10秒前、5、4、3、2、1、はい。いかがでしょうか？都庁前の皆様、お分かりいただけますでしょうか？可愛らしいティンカーベルの登場です。ティンカーベルはネバーランドに住む壊れたお鍋やフライパンを直す修理の妖精です。
それではこれからティンカーベルに修理をしてもらいましょう。ところで物事を修理するタイミングというものは大事ですよね。壊れたものはすぐに直す。その答えが次のアートにあります。さて2番目のアートに参ります。皆様スタンバイをお願いいたします。 Are you ready? 準備はよろしいですか？10秒前、5、4、3、2、1、はい。いつ修理するのか、今でしょということで、はい、これは皆様ご存知の通り、今年の前年で流行語になりましたね。このセリフで一躍有名になった林先生の好きな食べ物は豆とぶどう、嫌いな食べ物は特になし。東進ハイスクールの教室へ移動する際に新宿駅や京王線を使う機会が多く、カレーショップ C&C のカレーを27年で約1000杯も食べたそうです。10秒前、5、4、3、2、1、はい。今すぐに修理するにあたってティンカーベルが助っ人として天使を連れてきてくれました。天使が弓を持っているアートです。皆様にネタをばらしちゃいますが、ポイントは天使ではなく実は弓矢です。さあ4番、 Are you ready? 準備はよろしいですか？10秒前、5、4、3、2、1、はい。無事を確認してみますね。はい、一番上のチェの横の点を作ってしまっているお客様、聞こえますか？聞こえていたら都庁前の皆さんに手を振っていただけますか？はい、都庁前の中村です。わかりましたね、ナゾさん。こちらのお客様、大変、これこそジェジェジェです。くまモンが私たちに手を振ってくれてるんです。くまモン、なんか頑張ってくれたんで、ちょっと間違えちゃったみたいですけど、一生懸命手を振って、こちらに挨拶をしてくれてます。どうぞ。中村さん、落ち着いてください。くまモンのお部屋でしたか？そうなんです、このイベント開催直前にくまモンが遊びに来てくれることが決まりまして、今回皆様と一緒にアート作りを手伝ってくれてるんですよ。はい、くまモン、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、途中前中村です。わかりました、そういうことですね。はい、ではということで、この流れでいくとくまモンのアートもあるっていうことですよね。はい、それはあとでのお楽しみということで、次に行かせてください。さあ、くまモンも一緒に作る次のアートに参ります。準備はよろしいですか？10秒前、5、4、3、2、1、はい。
はい、3本の矢です。先ほど天使が放った矢が3本。皆様もうお分かりですね。アベノミクスの3本の矢です。1番目のアートのティンカーベルが今すぐ修理したかったのはこの国の景気のことだったんですね。さあ、Are you ready? 準備はよろしいですか？10秒前、5、4、3、2、1。はい、はい、6番目の後は晴れマークです。明日の東京の天気は晴れ予報ですが、この3本の矢は今のところ日本経済に晴れマークをもたらしてくれているようですね。次はです。 Are you ready? 準備はよろしいですか？10秒前、5、4、3、2、1。はい、倍返しです。ご存知、これは TBS ドラマ半沢直樹の名台詞ですね。やられたらやり返す、そう、倍返しだという使い方です。今までデフレ不景気というように日本全体でやられっぱなしでしたが、今年来年もどんどん景気が良くなってもらって、みんなで倍返ししちゃいましょう。2番目のアートです。ここからはスピードアップしてどんどん参ります。掛け声は5秒前よりいたします。 Are you ready? 準備はよろしいですか？5秒前、4、3、2、1。はい、日の丸です。今年は日本にとって大躍進の1年でした。これからその象徴的な出来事をアートとともに振り返ってみましょう。さあ、続いて9番目のアートです。 Are you ready? 準備はよろしいですか？5秒前、4、3、2、1。はい、これは7年後の2020年に日本に起こる出来事。そう、2020年のオリンピック・パラリンピック招致決定です。7年後のオリンピック、成功するかそうでないかは私たち皆様一人一人のおもてなし、おもてなしにかかっているかもしれませんね。それでは10番目のアートです。 Are you ready? 準備はよろしいですか？5秒前、4、3、2、1。はい、日の丸日本のアートです。日本の躍進はまだまだ続きますよ。それでは11番目のアートに参ります。 Are you ready? 準備はよろしいですか？5秒前、4、3、2、1。はい、山に日の丸、80という数字が描かれています。
これは今年5月に史上最高齢の80歳で世界最高峰のエベレスト登頂に成功した三浦雄一郎さんのことですね。エベレストは標高8848メートルです。今イベントを行っている京王プラザホテルの南館は132メートルなので、実にこの南館の67倍の高さということになります。それでは参りましょう。説明書の12番をご覧ください。山つながりで参ります。 Are you ready? 準備はよろしいですか？5秒前、4、3、2、1、はい。はい、これはお子様ランチにあるチキンライスみたいですが、この後も日本の快挙ということで皆様に作っていただきました。6月ユネスコから世界文化遺産へ登録された日本が誇る山の一つ富士山です。世界登録へは富士山信仰の対象と芸術の源泉という名称で登録されています。続いては13番目のアートに参ります。説明書の13番をご覧ください。ここから都庁前の皆様にちょっと首の体操をやっていただきましょう。 Are you ready? 準備はよろしいですか？5秒前、4、3、2、1、はい。これは一見何のアートかわからないですね。はい、そこでアートに向かって首を右に90度傾けてみましょう。するとどうでしょう。先ほどの富士山に関するアートです。葛飾北斎という江戸の浮世絵画家の描いた富嶽三十六景の一つ、赤富士を描いた浮世絵です。続いて14番目のアートに参ります。これも首の体操の続きですよ。 Are you ready? 準備はよろしいでしょうか？5秒前、4、3、2、1、はい。首を180度逆さまにしてみてください。いや、そんなことできないらしい。あとでカメラに撮ってゆっくり見てもよいらしいよ。あれ、なんか聞こえてきましたが、なんでしょう。逆さに見ると目と口、あ、この後はフラッシュですね。今年大ブレイクしましたね。続いては15番目のアートに参ります。首の体操シリーズのラストアートです。 Are you ready? 準備はよろしいですか？5秒前、4、3、2、1、はい。はい、これはアートに向かって首を左90度傾けてみてください。さあ、お待たせいたしました、くまモンです。レナゾーさん、聞こえますか？はい、聞こえますよ、はい、中村さん。ですね、今ホテルの、ホテルの宴会場のバルコニーのところにくまモンが降りてきてるみたいなんですよ。
ちょうどここから少し見えるんですけれど、くまモンがこちらの都庁前の、応援している皆さんに、ちょっと手を振ってくれてないかな。あれちょっと見えるんだけど、くまモン、都庁前の皆さんお分かりでしょうか。バルコニーのところでくまモンが手振ってくれてます。なんと横にかわいいイルミちゃんもいます。くまモン、イルミちゃん、どうもありがとう。おっと、お部屋の皆様は指示書通りのカーテンのままにしてくださいね。アートが崩れてしまうので覗き見は禁止です。でも後でくまモンが見られるアートも用意しているので、もう少しもう少しだけ我慢してくださいね。それではくまモンがぜひ熊本県の宣伝をしたいとメッセージを扱っております。続いてまいりましょう。16番目のアートです。 Are you ready?準備はよろしいですか?5秒前。4、3、2、1、はい。田村さん、くまモンもきっとからしれんこんが大好物なんでしょうね。はい、中村です。くまモン喜んでます、喜んでます。飛び上がって喜んじゃうかな、くまモン。あ、ちょっとだけジャンプしてますね。はい、イルミちゃんも一緒に、喜んでます。イルミちゃんもからしれんこん大好きだそうですので、二人して大喜びです。レナゾーさんに見せられないのが残念ですね。はい、どうぞ。はい、それは残念ですね。それではお部屋の皆様、お待たせいたしました。次に参ります。 Are you ready? 準備はよろしいですか。5秒前。4、3、2、1、はい。はい、皆様、カーテンが全部開きましたね。それでは、客のアートに参ります。Are you ready? 準備はよろしいですか?5秒前。4、3、2、1、はい。来年の干支は馬ですね。ここにいらっしゃるすべての皆様、ちょっと遠くからこの後を見てくださっている方、とにかく皆様が跳ねる馬のように、来年は飛躍する一年であってほしいです。ちょっのクリスマスアートの3連発となります。19番目のアートに参ります。 Are you ready? 準備はよろしいでしょうか。5秒前。4、3、2、1、はい。はい。
室の窓全面に可愛らしいトムが来てくれたということは、次の絵柄は何の絵柄でしょうか。皆様お分かりになりますか。それでは20番目の画面に移らせていただきます。 Are you ready? 準備はよろしいですか。5秒前、4、3、2、1、はい、数々に満足しているようですね。手元をご覧ください。いいねのサインをして私たちに合図をしてくれています。これまでいろいろなアートを作ってきましたが、さあ次がラストアートになります。さあ本日最後のカウントダウンです。最後のカウントダウンは都庁前の観覧サポーターの皆様と一緒にやってみましょう。中村さん、それではカウントダウンをお願いいたします。はい、都庁前の中村です。では皆様、これが最後のアートになりますので、ぜひご一緒にカウントダウンをして素晴らしい、アートを作りたいと思います。それでは、参ります。準備はよろしいでしょうか。10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、はい、大きなクリスマスツリーが見事に映し出されました。ラストアートも無事完成し、皆様の素敵なこの冬の思い出になりましたでしょうか。中村さん、これがラストアートですが、綺麗に描かれていますか。はい、中村です。素晴らしい立派なクリスマスツリーが今この西新宿の空に浮かび上がっております。皆さんがやっぱり一体となって作ったツリーで、その本当に素晴らしいです。このツリーは今日の夜8時15分までこのままの状態で描かれておりますので、今お部屋にいらっしゃる皆様も後でこちらで外からご覧いただくことができます。どうぞ。外でご覧の皆様もお寒い中最後までご一緒に盛り上げてくださり本当にありがとうございます。さてイベントもおしまいとなりますが、このクリスマスツリーはこの後8時15分まで描かれておりますので、ゆっくりご覧ください。都庁前で